他社のサービスと連携させるようなものをこう考えてくださいというのは、他のインターンでもなかなか聞かないなという印象なんですけれども、新幹線の中でウーバーイーツを頼んで到着した時にその品を受け取れるといったものを考えました。就活会議。皆さんこんにちは、就活会議の徳橋です。今回は JR 西日本のインターンシップについて、エンジニア就活マスターに様々なお話を伺っていきたいと思います。JR 西日本に興味のある学生はぜひ最後までご覧ください。就活会議と旬ダイアリーとの自己分析ツール第2弾がリリースされました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策がわかります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。それでは早速インターン体験談についてお話しいただく学生に登場していただきましょう。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。北海道大学の佐藤と申します。最近のマイムーブは筋トレです。よろしくお願いいたします。今日この動画の前半では、 JR 西日本のインターン選考突破のコツについて伺っていきまして、この動画の後半の方に関しては実際にインターンの内容に関して詳しく伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。ではこの JR 西日本のインターンに参加された佐藤さんにいろいろ伺っていきたいと思うんですけれども、この JR 西日本といえば日本人誰しもがもう知っている大手の企業さんかと思うんですけれども、なぜそもそも今回このインターンに参加されようと思ったんですか？私自身その鉄道業界に関しましては当時は興味持っていなかったんですけれども、一緒に就職活動をしている友人がそのインフラ系であったり鉄道業界を視野に入れてまして、その友達からその IT 講師というものがあると聞きまして、 IT 業界を当時見てましたので、そういった鉄道業界でも IT で関われる仕事があるんだというふうに知りまして、興味を持ってインターンを応募しました。ちなみに応募したインターンの時期でいうと、いつ頃のインターンに応募されたんですか？夏の終わり頃なんで、秋のインターンシップに参加しました。企業さんがそもそも用意しているインターン自体も秋のものだけになるんですかね？9月10月あたりのみのインターンシップだったと思います。ちなみにこのインターンに参加するためには選考として何があるんですか？選考自体はエントリーシートのみでした。ちなみにエントリーシートで問われる質問としてはどんなものがあるんですか？エントリーシートの質問としては、アフターコロナの世界で IT 技術を活用したサービスを提案するというものと、自慢できるような結果を残したエピソードを教えてくださいというものでした。なかなかインターンの ES にしては珍しい質問だなという印象なんですけれども、ちなみに佐藤さん、この1問目と2問目は割とスッと書けましたか？初めて聞かれた質問なので結構考えたんですけれども、自分は無人のホテルのサービスを書きました。実際にその JR 西日本さんもホテルの事業を行っていましたので、それと IT を絡めたようなことを書きまして、後者は学知化を普通に書きました。ちなみにこの一つ目の質問に関しては、割と企業さんのすでに行っているものと紐付けて書いた方がより良さそうですか？紐付けて書いた方が純粋に書きやすいと思いますし、その業務内容の理解を示せるのかなというふうに思いますけど、その全くその関係ないことでも多分大丈夫だと思います。佐藤さん自身はなんで今回企業さんが JR 西日本でもうすでに行われているものと、まあ、新たなこう、まあ、案としてこんなものあったらいいなっていうのを掛け合わせて書いたんですか？ざっくりとしたような質問内容でしたので、その自分自身があまり思いつかなかったので、とりあえず企業 の、 そのホームページを見て何かヒントがないかなっていうふうに探してる中でそのたどり着いたっていう形でした。ちなみに企業さんのいろいろホームページとかも検索されて、今回の ES も書かれているとは思うんですけれども、結構割と調べないと出てこないような部分でもあるのかなと思うんですが、事前にどのくらい企業分析とかはされましたか？企業分析に関しましては、ホームページを見たぐらいですかね。割と企業のホームページをしっかり見ていければ、もうすでにやっていることだったりも、大枠インターン選考のエントリーシートに書かなければならない部分っていうのは割と網羅できるっていう感じなんですかね？そうですね。ただホームページの分量自体が結構多いので、しっかり隅々まで見るとかなり時間がかかってしまうので、自分が欲しい情報だけをピックアップする必要があるのかなっていうふうには感じました。ではこのエントリーシート実際通過して当日のインターンも行われるというところだと思うんですけども、このインターンの開催日数だとか形式っていうところを簡単にまず伺ってもよろしいですか？
はい、インターン自体はワンデーして、その、まあ、インターンのその概要としましては、会社説明の後にそのグループワークで、あと座談会を行うといった一般的なインターンシップでした。これはオンラインで行われるという感じですかね。はい、オンラインでした。ちなみにこのグループワークなんですけれども、どういったテーマで行われたんですか？はい、グループワークのテーマは JR 西日本さんが持つデータであったりシステムを他社サービスと連携させることでお客様の利便性の向上であったり売上増加につなげられるような施策であったりビジネスを考えるというものがテーマでした。なかなか他社のサービスと連携させるようなものをこう考えてくださいというのは他のインターンでもなかなか聞かないなという印象なんですけれども、うん、佐藤さん自身、まあ、さまざまインターンとかも参加されてこられる中でこういったものを初めてでしたか？他社サービスと連携させるというものは初めてでした。そもそも他社の理解も結構求められるようなインターンなのかなと思うんですけども、うん、企業からこのグループワーク時に共有される情報でいうとどのくらいの情報があるんですかね？共有される情報自体はもうほとんどなくて、こちらに新房さんのホームページみたいだとか、まあ、メンバーそれぞれ持っている他社の知識であったりっていうものは活用するっていうものでした。このインターンに参加する前に割とこう就活力というかそのあたりが試されるという感じですね。そうですね、おっしゃる通りです。ちなみにこのグループワークは一チーム何人くらいで行われるんですか？一チームだいたい5名程度でした。全体参加された人数でいうとどのくらいになるんですか？全体だと、まあ、20人くらいですかね。割とそしたら、まあ、企業さんもしっかり全員を認識してちゃんとしっかり一人一人見られるっていうような感じなんですかね？そうですね、はい。グループワーク時は企業さんはどういうふうな感じで介入してきたりしてましたか？グループワークの最中は特に社員さんの方から何か接触するということはなくて、その発表の時に軽くフィードバックいただくという形でした。そうするとグループワーク中、それこそ話し合いしている最中とかで言うと、企業さんはその各チームを見に来るっていうことも特になくって感じだったんですか？そうですね、はい。じゃあ結構このインターンは結果重視なインターンにもなってくるって感じなんですかね？そうですね、はい。ちなみに佐藤さんのチームはどんな結論に至ったんですか？私のチームは JR 西日本さんのその持つその鉄道であったりその新幹線の中で Uber Eats を頼んで、まあ、到着した時にその品を受け取れるといったものを考えました。その今ある鉄道と Uber Eats っていうキャッシュレスデリバリーって言えばいいですかね、うん、を掛け合わせたようなサービスっていうところですか？はい。結構、まあ、遠いところでもね美味しいもの食べられたら確かにいいですよね。そうですね。ありがとうございます。ちなみにこのグループワークに関して最後発表っていうところだと思うんですけれども、これはなんか順位とかはつくんですか？特に順位とかはなくただ発表していくという形でした。この発表を終えた後企業さんからフィードバックとか何か得られますか？社員さんの方から軽くそのフィードバックをいただきました。ちなみに佐藤さんのチームはどんなフィードバックをいただきましたか？印象的だったのは出現可能性が低いというかちょっと手厳しい言葉をいただいたなというふうな覚えてます。じゃあそこの実現可能性までしっかり考えてワークを進めなければならなかったっていうところだったんですね。今思えばそうだったかなというふうに思います。厳しいですね。ありがとうございます。ではこのワークの後の座談会に関しても少し伺いたいんですけれども、この座談会は20対1みたいな感じで座談会が行われるのか、ちょっとこう小さめのチームに分かれるのかでいうとどういった形式で行われましたか？座談会自体は特にそのブレイクアウトルームで振り分けられるということではなくて、社員さんと就活生全員でチャットであったり挙手をして質問するという形でした。ちなみにここで登場される社員さんの方でいうと、なんかどういった方が出てこられるんですか？私は参加したインターンシップ自体がその IT コースでしたので、その社員さんも IT 系のエンジニアの方がいらっしゃいました。ちなみにこれ、まあ、20人の前でも質問しなければならないっていうところではあると思うんですけれども、何か佐藤さん質問されましたか？まあ、チャットでなんですけれども、その JR 西日本を選んだ理由を聞いたと思います。他の学生さんでいうとどんなご質問が飛び交っていましたか？鉄道業界で IT コースっていうものがちょっと珍しいので、まあ、私と同じような感じなんですけども、 IT メインの企業さんでそのエンジニアをやるのではなくて、なんで鉄道業界でそのエンジニアをやろうと思ったのかであったり、そのお仕事のどういったところにやりがいであったり大変さがあるのかっていうものを聞いていたと思います。社員のやりがいだったりとか、まあ、入社経緯みたいな、
あるいはまあキャリアアップのところとかももしかしたら聞かれてるとは思うんですけれども、まあ、せっかくインターンの座談会でちょっと本選考とはちょっとこう別みたいな感覚があると思うので、うん、割と踏み入った質問とかもされても OK なのかなっていう印象はあるんですが、どこまでなんか踏み入った質問って OK そうでしたか？まあ、社員さん自体のそのイメージなんですけど、真面目な人が多いイメージで、その冗談を言うっていう感じではなかったので、その踏み入った質問よりかは無難な質問をしておいた方があまり影響はないのかなというふうに思います。例えばお給料、お休み、福利厚生の部分の質問はちょっとしづらい雰囲気ではあるっていうところなんですね。そうですね、しづらかったと思います。ありがとうございます。ちなみにそういった情報とかって佐藤さん自身はどういうふうにこう調べられましたか？そういった本音の情報に関しましては、やはりそのインターネット上のその口コミサイトであったりというものをメインで情報収集していたかなというふうに思います。座談会以外の場でもちょっと聞きづらいというところになってしまうんですね。はい、ありがとうございます。ちなみにこのインターンから本選考、あるいは早期選考にはつながったりはするんですか？特にインターンシップからその早期選考へ何かパスがあるといったものはありませんでした。そこからの案内とかも特別なくっていう感じなんですかね？案内も特にありませんでした。そうするとこのインターンに関しては、こう早期選考に進めるためのゼロ次選考っていうよりかは、どちらかというと企業の理解を深めるための目的であるっていうところなんですね。そうですね、企業理解のために参加するといったものでした。ありがとうございます。ちなみに今回このインターンに参加するにあたって行った工夫だとか、まあ就活全体における工夫でも構わないんですけれども、何かされていましたか？とにかくその鉄道業界であったり、その JR 西日本さんへのその企業への理解が初めのうちはなかったので、もうホームページかなり量が多いんですけども、どういった事業を行っているのかっていうものを調べたりだとか、その最近のニュースであったりといったものを調べて、またその中でもその IT をどのように活かせるのかなというふうに自分なりで考えたりといったものを事前に行っていました。実際はさまざま丁寧めにこう準備をされた上でインターンにも参加されてはいると思うんですけれども、今回のインターンのこのグループワークのテーマとかも結構難しかったとも思うんですね。実際にインターンやった上でもう一回同じこうインターンとか、まあ、ES 選考から参加できますってなったら、何を佐藤さんは準備しておきたいと思いますか？当時はその JR 西日本さんのみの企業理解を深めていくという形でしたけれども、その JR 東日本さんであったり JR 九州さんであったりといったような他の鉄道会社のその IT 部門であったり事業内容というものを調べておいた方がより良かったのかなというふうに思います。今回他社サービスと連携させるような、いっぱいこう知識も必要なワークでもあったからこそ、同業他社の事業内容だったりとか、どんなことしてるのかっていうところの知識も事前にあった方が良かったっていうところなんですね。そうですね、はい、ありがとうございます。ではこれから JR 西日本のインターンに参加しようと思っている学生にも一言最後お願いいたします。はい、JR 西日本さんは、まあ、インターンシップのグループワークのテーマであったりエントリーシートの内容であったり少し癖があるので、その企業理解であったり同業他社 その事業内容もしっかり理解を深めておくことでスムーズに参加できるというふうに思っています。以上です。本日は貴重なお時間ありがとうございました。ありがとうございました。ここまで JR 西日本のインターン選考から実際にインターンの内容についてまで様々なお話を伺ってきました。これから JR 西日本のインターンを控えている学生はぜひ今日の動画をご活用ください。今日の動画が面白かったな、ためになったなという方はぜひチャンネル登録、高評価、通知ボタンお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。これを機にチャンネル登録いただけると嬉しいです。また、こちらの画像をクリックすると、あなたの就活を手助けするお役立ちツールが使えます。無料で使えますので、ぜひ試してみてください。